皆さんこんにちは。熊本県八代から列車とバスを利用して4時間ウィンズ宮崎へやってきました。2010年に宮崎場外発売所としてオープンし、2012年にウィンズ宮崎に正式名称を変更しました。施設の規模が小さいこともあり、全国で唯一の無料会員制場外発売売り場となっています。 G1 がある日はフリーパスの日となっています。たまたまだったんですが、当日はフェブラリーステークスだったので会員登録は不要でした。オープンしてから10年ほどしか経っていませんので、施設の中は大変綺麗でした。このように無料の座席もあります。ウィンズ宮崎は売店がありません。当日は野外で移動車販売を行っていましたが、 G1 がない日はもしかしたらないかもしれませんので、飲食物は持ち込みされた方がいいかもしれません。当日は野外イベントがありましたので、ウィンズにしては珍しく女性や子供のお客さんがたくさんいました。ご当地ターフィーはシーガイアで有名な宮崎ですので、サーフィンをしているターフィーくんです。トレーディングカードは皇帝シンボリルドルフです。外へ出てまいりましたが、ウィンズ宮崎の見どころは何といっても JRA 宮崎育成牧場と併設されていることでしょう。この広い敷地は旧宮崎競馬場跡地を利用したものです。宮崎競馬は1907年に初めて開催され、1943年まで開催されていました。しかし太平洋戦争で休止となり、それからは競馬の開催が実施されることはありませんでした。その後は日本中央競馬会 JRA のものとなり、1956年からは中戦馬育成事業を主とするようになりました。ここで牧場内で放牧されている馬を紹介します。私はですね、少しの間馬の仕事をしていましたので、この馬の扱いにはちょっと慣れているんですけど、この馬はですね、人懐っこくて危害を加えるような雰囲気はありませんでしたね。ただですね、体型的にちょっとごつかったので、サラブレッドではなさそうです。これね、こう読んだらね、こう来てくれるんですよ。めちゃめちゃ可愛いですよね。ちょっと私が帽子かぶってるっていうのもあったので、スタッフと勘違いしてる可能性は否めないですね。この福桜という馬はいませんでした。隣にはですね、馬の注意喚起があったんですけど、馬はですね、噛んだりするんで指を出したりですね、耳を絞ってる時は注意した方がいいと思います。ここは角馬場です。ここで馬術の大会とかが行われているそうです。 JRA の中にも馬術競技の選手っていうのはいらっしゃるんで、ここで練習したりするかもしれません。 JRA が所有する東京の馬事公園は東京オリンピックの会場ともなっています。1周1600メートルのダートトラックコースは非常に広いです。この敷地内にはこのようにテニスコートがありまして、とても緑豊かな公園になっています。角馬場の向こう側にはドリームステーブルと呼ばれる育成馬厩舎があります。この先は立ち入り禁止となっていました。ただですね、カメラには撮れてないんですけど、宮崎駅から宮崎神宮駅の間ですね、高架上を列車が走るんですけど、そこからでしたら育成馬房とかですね、ウォーキングマシンを見ることができました。そしてこの宮崎育成牧場でどのような馬が育成されているかっていうのを、申し上げるのが遅れましたが、ここは JRA が購入した馬を調教順次することになっています。有名な育成馬の中には阪神ジュベナイルフィリーズを勝ちましたタムロチェリーがいるそうです。向こう側に今車通るの見えますかね。この馬場を通ってですね、内馬場の方に車を駐車している人もいました。私も来たかったんですけどね、ちょっと車持ってない人間が行くとさすがに怪しまれるんで、ここはやむなく断念することにしました。天気にも恵まれ、このように目の前にコースを見ることができただけでも私は幸運だったなと思います。そしてこの育成牧場からたくさんの活躍馬が出てほしいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。